元の企業に勤めているんだなっていうような感じのサッカーじゃなかったらもっといけたんじゃないとか、お金稼げるからした方がいいよ、突拍子もないような人間で、もうそろそろいいんじゃないっていうのは、まあ、ドライな意見です。サッカー選手になれないと思いましたね。大人になった鎌田大地っていうのを表現して、まずはそのタイトなシーズンというか、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。19年目のプロ19年目のシーズンはどんな1年になりましたか？地元に帰ってこれたという意味ではとても有意義な、1年経ってないですけど、日々本当に自分の地元に帰ってきて地元の企業に勤めているんだなというような感じの感覚に、毎日スウェーデンというクラブハウスの横文字のところを 見上げながらとか、まあ、雨が降る地域ですから、まあ、雨が降る時に本当に帰ってきたなとか、そういったところを感じる1年でしたし、プレイヤーとしては、まあ予想以上に僕の役割というのは下の年齢だったり試合に出場機会が少ない選手を鼓舞する役割なのかなという、そういったところも自分の役割なのかなというところがあったんですけど、思いのほか出場機会を与えていただいてプレーすることができたので、またそこの多少の方向転換とかよりピッチレベルのところでチームに与えられるものっていうものを考えながらやってきた1年だったかなというふうに思います。高校時代、星稜高校時代にその本格的にサッカーに打ち込み始めたみたいなことを話を見て、それはその、当時自身にとってサッカーっていうのはどんな存在だったんですか？高校の時から打ち込んでたわけではないですよ。もちろん小中と打ち込んでいて、ただ僕は小松市出身で、まあ、金沢といったらやっぱ石川県の中でも大きな町で、そこには本当にすごい奴らがいる。まあもちろんお隣の松戸市、当時、今白山市ですけど、松戸市にもいると。そういった中で、まあ地域でまず小松市で一番にまずなって、で勝負するのは高校生だと。それまで自信はあったけど、ことごとくやっぱり小松市で合格して県の方に受けに行っては落とされをずっと中学時代から繰り返していて、やれる自信はあるけど、どうしてもやっぱり開催は金沢市になるので、その時のタイミングだったり、指導者の好き嫌いとか、伸びる伸びないっていうところは度外視して、まあまず身内のところでとかって、まあいろいろレベルの低いことをやられたと思いますけど、そういった意味で、まあ自分自身は完成されてたとは思わないですけど、やれる自信はあった中で、高校で勝負だなっていうところがあって、まあドキドキしてましたね。田舎からで金沢の方に出て行って、どのぐらいできるのか、胃の中の問わずなのかもしれないしっていうところで。まあ、蓋を開けてみたら身体的な能力なんかはもう本当に相手にならなかったので、まあ、これはいけるなっていうところで、高校生活、まあ、サッカーどう捉えてたかってことですけど、幼少期からやってきて、高校1年生の時運動会に出て、まあ、唯一運動会に出れたのが遠征がなくて1年生の時なんですけど、その時に運動会 100m で優勝して、まあ、サッカーではなくても良かったんですけど、陸上部の先生にも陸上しないかって言われて、まあ、でも迷いなくそこはやっぱりずっと続けてたことですし、小さな頃に J リーグを開幕してそこに憧れてやってきて、本当にいろんな人にサッカーじゃなかったらもっといけたんじゃないとかいろいろ言われましたけど、まあ、僕の中では選んだものだったのでここまで来れたのかなっていうところ、好きが嫌いかは別としてですねまあ本当に自分の性格がプロスポーツだったり団体スポーツに向いていたのかなとも思いますし、向いていなかったのかなっていうところも感じたりもします。サッカーをプロとして仕事としてやり続けている中で、本当に僕自身は気づいているのは、別に小さなこれから可能性のある子たちに絶対サッカーじゃダメだよっていうふうには思わなくなってます。本当の指導者っていうのはその子に合ったスポーツ、文化、そういったものにしっかり先を見据えて提供してあげる、それが本当の指導者なのかな。サッカーメジャーだからサッカーやった方がいいよとか、野球金お金稼げるからした方がいいよ、ある程度今上手だからそのまま続けた方がいいよじゃなくて、まあ、そういったところで僕は本当に特にサッカーには愛しましたし愛されたかもしれないんですけど、スポーツ全体を比較的見るようになってますかね。それでその星稜高校時代っていうと、一つ下に本田圭佑選手
手がいたと思うんですが、当時なんかどんな後輩だったかっていうのを伺ってもいいですか。トピックとしては全然今じゃないですけどいいですか。はい、大丈夫です。今松葉杖の状態だと思いますけど、彼もどんな選手、まあしっかり芯を持っていて、しっかり芯を持った中で自分をちゃんと出しながら、時に本当にチームを強くするために犠牲を払ってやってたと、高校生なりにはやってたんじゃないかなというふうに思います。僕ら石川県民からしたら、本当に考え方とかやり方っていうのは本当に突拍子もないような感じの人間で、刺激的だったのかなというふうには思いますね。なんか今もその関係性っていうのは連絡取り合ったりとかってされてる？特にないです。はい、別に会ったら話しますし、わざわざ連絡して今どうだよこうだよっていうのはしてないですね。北京五輪にその U23 日本代表として出られて、ただその結果としては3連敗っていう、ただ試合はどれも惜しかったと思うんですけど、まあ結果が出なかった理由っていうのは、その豊田選手の中でどういうふうに感じていましたか。結果が出なかった理由は準備ですかね。準備をもっとできたかもしれないですし、でも結果が出なかったからこそ、その後に僕自身もより花を咲かせることができたかもしれないし、その反骨心だったりリバウンドメンタリティだったり、まあ、そこは悔しさだったり肌で感じたからこそ、もっとやらないともっとできるというところで、それぞれが選ばれたメンバーが、その後飛躍できたんじゃないかなというふうに感じてます。なので結果が出た出ないは本当に死んだ後に感じればいいことで、今特にどうこうは思ってなかったですよね。今質問されて、あ、そっかっていうふうに発作されましたね、でその北京五輪のメンバーだと、カタールワールドカップに長友佑都選手と、吉田麻也選手が出場されるっていう、彼ら2人への思いというか、ほぼ同年代で出場されてるっていうことに関する思いっていうのはいかがですか。いや、頑張ってほしいのはもう間違いないですね。もうようやるなと思いますけど、はい、もうそろそろいいんじゃないっていうのは、まあ、ドライな意見ですけど、もちろんやれるという本人たちの意思があるわけで、そこは尊敬に値すると思いますし、一緒に戦った人間として本当に心から、応援していますし、日本を代表するものはということは何たるものかっていうのは知ってる人間だと思うので、そこを一つの日本代表は指針として、若い選手たちが矢印を向けていくっていうことができればいいんじゃないかなと。いろんな考え方はあると思いますが、その時その時日本が向いた矢印に向かって選手が示していければ、まあ、一つどういう進み方は別として前に進んでいくんじゃないかなとは思っています。鳥栖時代の話で伺うと、その2015年に鎌田大地選手が入ってこられてっていうところで、まあ、プレー時代1年目から目立っていたと思うんですけど、最初にその彼を見た時の印象っていうのはいかがでした。サッカー選手になれないと思いましたね。練習参加に来た時は本当にやる気がなかったですし、なぜ来てるのかが分からなかったです。それこそ水沼宏太とバンドさんにやる気ないなら帰れって、練習中にもう隣散らかされてましたし、その練習を2日ぐらいやって、2日3日やって来てやって、本当になんで来てんだろうと思ってましたけど、このシーズンの終わり頃に加入のリリースを見て、本当にこのクラブ大丈夫かって頭抱えましたけど、キャンプに合流してやってみたら、お、こいつ全然やれるじゃんみたいになって、こんなうまかったのっていう感じでしたね。あとはまあ典型的な現代っ子、ひょうひょうとして無表情で頑張ってる姿を見せるのを嫌うというか、ポーカーフェイスのような感じで、本当に監督次第、日本人の監督だったら監督次第で、まあ、生きるも死ぬも決まってしまう選手なのかなっていうところ。だから能力はあるけど、 J1 クラブ、他のクラブが多分手を挙げなかったんじゃないかな。それを知ってたから、まあね、今やエース格の選手ですから、褒めちぎりたいところですけど、物足りなさはすごくあったと思います。その今のその鎌田選手を見ていて、そのまあ期待だったりとかっていうのは、そのまあこれからワールドカップもあるんですけど、いかがですか。いや、一緒にやった仲間ですから、それはもちろん活躍は期待してますし、大人になった鎌田大地っていうのをやっぱり表現してもらいたいし、身近にね、長谷部さんのような立派な方がおられるので、日々ね、物差しが横にあるわけですから、サッカー選手と、まあ、社会人または人としてうまく本当に、折り合いをつけて海外で生活できてるんじゃないかなというふうには思ってます。その一緒にプレーした際に、その鎌田大地選手の具体的になんか
ここがこの、うん、あの強みだなって一番感じた部分とかってどのあたりですか？線は遅いけどボールが置きどころがいいんで絶対取られないとか、うん、上手い選手は多々いると思うんですよね。でも一つ二つ先っていうのを見れてるし、出す出さないの判断をしながら奪われないっていうところはできてるのかなっていうところ、あとはだから日本人的な勤勉さとか、ま、真面目さとか、まあ、そういったところがね、強みにどんどん変わっていければすごく楽しみなところですけど、うん、まあ、本当にこれから先の5年先10年先は非常に楽しみかな。そこで初めて評価が下されるのかなというふうに思います。何かつかめそうでつかめないという状況、変なライバル関係とかじゃなくて半ば強引な形で話は進んだ。結果的に先日トヨタと揶揄されるぐらい、今の町野選手だったらあれもいいですよね、賢いですね。それに反したことは絶対しないです。僕の人生は歩み続けるつもりではいません。